どうも皆さん、こんにちワンダーワンド、リリースしてツードロー、リュウです。さあ、今日はですね、まあ、新パックのまたカードを使っていくんですが、ついに来ました。アクセルシンクロモンスター。アクセルシンクロって何かっていうと、そのシンクロモンスターとシンクロモンスターのチューナーで、その要はシンクロ、白いのと白いのと合体して白いの出すっていう、クリアマインドという境地にならないと使えない召喚方法なんですよ。何言ってるか分かんない方はぜひアニメ見てください、 5Ds ので。新しいパックでシンクロチューナーがたくさん追加されましたんで、シンクロチューナーを必要とするモンスターがこれから多分出てくることになると思うんですよね。 でまず一発目は、漫画版の雄星さんのエースモンスター新閃光竜スターダストクロニクル、これをね今日は活躍させていきたいと思います。シンクロ召喚条件はシンクロモンスターのチューナープラスチューナー以外のシンクロモンスター1体以上ということで、まあシンクロモンスターばっかり使うということですね。で、効果は結構、まあ、シンプルっちゃシンプルで、一旦に一度自分のシンクロモンスターを墓地から除外すると、他のカードの効果を受けないと。で、これ相手ターンでも発動できる、まあ、フリーチェーンの効果なんで、結構いろんなカードから守れます、相手ターンでもね。で、このカードが相手によって破壊されると除外されている自分のドラゴン族シンクロを特殊召喚できるということで、やっぱりね、いろんな使い方、いろんな出し方があると思うんですよ、このモンスターを出すのには。なんですけど、やっぱりね、スターダストもしくは閃光竜で出すのが男でしょう。やっぱこれで出さないとさ、やっぱスターダストクロニクルはこの閃光竜かスターダストやっぱ巻き込んで出さないと意味がないと思うので、俺はだから今日はこれを頑張って狙っていきたいと思います。だから、8出してで2の、チューナーシンクロチューナーを出して8-2で、スターダストクロニクルを、まあ、出していくって感じですね。はい、まあ、本当だったらね、ちょっと、もうちょっとシンクロン系 の、 チューナー、シンクロチューナーはいるんですけども、リンクスにはないので、なんかこの誰やねんみたいな、ピラリスっていうモンスターで、やっていきます。で、まあ、どうやってじゃあ戦って出していくかっていうと、以前そのセイバースターの時にやったギミックを使っていて、太陽電池面 の、 このトークン出るっていう、このレベル1のトークンが出るよっていうこの効果をまあ利用してですね、太陽電池面から、プリズムを出しまして、でトークン出して、で4-4でまず8シンクロして、でトークン1と特殊召喚できるチューナーであるシンクロのリゾネタ、これで1-1して、ピラリスを出すと。でここで 2-2 作って、このこことここ、それからトークンとシンクロリゾネタの、まあ、2-8で10出していくっていう、そういう感じですね。でやっぱりどうしても辛いのは、シンクロのするモンスターを妨害してくるトラップ、魔法トラップなんで、まあ、それは、禁じられた清掃で防いでいくと。で蘇生札がやっぱりないとちょっときついんですよね。例えば電池面で召喚して墓地にバイロンプリズムを落とすので、蘇生札があった方がいいなと思ってリビングフォッシュルとか、あとそれからこの、結集とか、これはね、結集はやっぱり相性がいろいろ良くて、ドラゴン族クロニクル出して、でクロニクルで殴った後にもう一回スターダストを蘇生するっていう超かっこいい動きができるんで、これ超かっこいいじゃないですか。これ超かっこいいんですよ。だからクロニクル出して一族の結集でスターダスト出すっていうのをどっかでできればいいなと思ってます。そんな感じですかね。でスキルはまあなんか何でもいいんだけど、まあ、絆の力に一応してます。はい、というわけで早速ね、スターダストクロニクルお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ、アクセルシンクロの新規ムービーあるよ。さあ、お相手の方、お、行くぞ、ユース。これが新たなる境地、クリアマインド。行くぞ、ユース。行くぞ、ユースさんがそろそろ来ますからね。7月の確か末とかあった気がするんですけど、7月の末ぐらいにアンチノミ大先生来るんで、お、青姫の止め、これ手札決まってんでいきましょう。太陽電池面を召喚、太陽電池面の効果は発動、太陽電池面によってレベル4のチューナーモンスターバイロンプリズムを墓地に送る、そしてリビングフォッシュル発動、リビングフォッシュルの効果によって墓地のチューナーモンスターバイロンプリズムを特殊召喚、そしてトークンが生まれるぜ。レベル4太陽電池面にレベル4バイロンプリズムをチューイング、誰やねんモンスターと誰やねんモンスターでシンクロ召喚。すごいし、願いが新たに輝く星となる。光さすみすれ、シンクロ召喚、飛翔せよスターダストドラゴン。そして手札のシンクロリゾネーターを特殊召喚、そしてレベル1電池面トークンにレベル1シンクロリゾネーターをチューニング。
シンクロ召喚、シンクロチューナー、なんだっけこいつの名前名前忘れた、なんちゃら竜ピュラリスをシンクロ召喚、ホムラリューだ、ホムラリューピュラリスをシンクロ召喚、そしてスターダストドラゴンにホムラリューピュラリスをチューニング、星流れる後に紡がれる全ての思い、絆とともにこの世界を満たさん、アクセルシンクロ高来せよ、新鮮交流スターダストクローニング、そしてピュラリスの効果、相手の打点を500下げる、スターダストクローニングの効果、墓地のシンクロモンスターを除外し、このターン他のカードの効果を受けない、つまり攻撃は無効にならない、いくぞバトル、シューティングシャインブラスト、シャーターン終了、かっこいい、かっこよすぎませんかねこのモンスター。ちょ3000っていう打点がブルーアイスと一緒でなんか突破されるかもしれないっていう危険性はちょっとはらんでるけど、かっこよすぎませんかねこのモンスター。ちょ3300くらいにしてくれなかったかな、これ3300くらいの打点欲しかったね。3000ってやっぱちょっと多いから、3000の打点がモンスター的に、まあ、3000せめて3200とか100くらい欲しかったなっていう話はあるよ。それはいい、それは問題ない、いいだろう。青姫の剣士ユース、なんだそのモンスターは、スターダストはどうした、ユース、ユース聞いてるのか、ユース、そんなことでは僕には勝てない、君と戦うのは僕と、ただしろ、オッケーだろ、二伏せあんの、二伏せもあんのかよ、怖すぎだろ、二伏せあんのか、とりあえずちょっとボタン型セットスキル発動、キザの力バトルベース、シューティングシャインブラスト、うおー、エネミーコントローラー、なるほど、リリース、オッケー、スターダストクロニクルのモンスター効果、シンクロモンスターを墓地から除外し、このターン他のカードの効果を受けない、狡猾、狡猾、いや、スターダストクロニクルのモンスター効果、このモンスターを破壊された場合除外されている新規のドラゴン族モンスターを特殊召喚できる、再び現れよう、スターダストドラゴンシューティングソニック、取れ高、取れ高やばい今の、取れ高やばい今の、やばいやばいやばい、さあ、お相手の方、お、石津石太郎選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いやー、早くアンチノミと戦いてえな。アンチノミと戦いてえよ、早く。マジで、熱すぎる。ユウさん、スリップストリームで、僕についてこい。ユウさん、やばい、強い。やばい、これ、シンバスとかいう最強カード構えられるデッキやん、これ。やべえ。メルティウスも強いし、なんか。なんかあれだね、一部破壊してみたいなカードですよね、あれ確か。とりあえずお茶煮干しのボタン型をセットして、まあ、ボタン型の効果止められるとちょっとめんどくさいとこあるんだけども、あれですよね、だからそうですね、天空石が存在してカウンターバラが発動すると、さらに相手のカードを一部破壊する、強い、めちゃめちゃ強いやんけあのカード、まあ、多分これ神罰か天罰かなんかでしょうね、多分神罰か天罰かどっちかあると思う、それ仕方ない、神罰はもう使わせるしかないから、あれを無効にするデッキ、このデッキ入ってないんで、清掃も意味でしな、で太陽電池面効果はバイロンプリズム落としたいな、落としたいんだけど、これどうすかね石井さん、あそこ神罰なんだ、なるほど、そこ神罰、はいはい、でこれ無効にされて落とせなかったメルティウスでさらに破壊されていくカードがめちゃめちゃ強い、で、いつも結集の効果発動。よしよし。いいよし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 。これは OK。これは別にそんなに確かない。で、ボタン型で引いたのが清掃。なるほど。あとはもう一枚新罰があると相当きついが、とりあえず、リビングフォッシルがちょっと一回お様子見を見させていただいていいですか。なんもないさそうですね。なんも多分ないね。なんもない。多分なんもない。で、太陽電池面の効果は意味がなくて無効になってるから。で、バイロンプリズム召喚していく。これも特にない。これも特にない。シンバスとかじゃなさそうだな。シンバスとかではない。これじゃ先行竜スターダストなんじゃないかな。スクラップドラゴンはダサい、やっぱり。スクラップドラゴンダサくれ？
やっぱさ、先行竜でしょ。ここでスクラップドラゴン出してるようでは俺は主人公にはならない。飛翔せよ先行竜、スターダスト、バイロンプリズムの効果発動、フィールドのスターダストに装備してダメージステージになんか1000上がるってやつ、スキル発動、傷の力、バトルフェイズ、くらえシューティングブラスト。あ、そっか、戦闘ダメージないのか。天空の聖域でやるな。もう流れが硬い場面だったぞ。3500破壊打数1回ある。ターン終了いいだろう、ターン終了いいだろう、だろシンクロリゾネーターか。これいけるんじゃないか、これはクロニクルいけるんじゃないか。電池面ボタン型を召喚、そしてシンクロリゾネーターを手札より特殊召喚、レベル1、電池面ボタン型にレベル1シンクロリゾネーターをチューニング、シンクロ召喚現れよ、シンクロチューナー、ホムラガミンピラリス、そしてレベル8先行竜スターダストに、レベル2ホムラガ竜ピラリスをチューニング。これがシンクロ召喚の先にある答えだ。星流れる後に紡がれる全ての思い、絆ともにこの世界を皆さん、アクセルシンクロ高来せよ新先行竜スターダストクロニング。よし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 、スキル発動、バトルフェイズいけ、シューティングシャインブラスト。さらに一度の結集の効果を発動、フィールドのドラゴン族モンスターを指定し、墓地よりドラゴン族モンスターを蘇生することができる。さあこれを何か無効にするのか、無効にしないとこのターン貴様のライフポイントはゼロになる。逆ターンいいだろう、逆ターンいいだろう、いいだろう。もう一枚あるんだな、もう一枚あるんだな、もう一枚あるんだな。現れよ、あまだあんの、なんかもう一枚逆ターン、これもう一枚逆ターンですか、これ、これ何ですか、設定ですか、何もないですか、あいいんですか、通り出せ、あ通る通る、最強盤面来た、いくぞアンチノミ、いやブルーのシューティングブラスト、これが絆の力だ。さあお相手の方、不動優勢、行くぞ優勢。なるほど、太陽電池面召喚、太陽電池面の効果を発動、バイロンプリズムを墓地に送っておくぜ。ちょっとね、このね、あのね、結集がね若干遅いんだよね。もうこれだって揃ってんだよ、本当は蘇生だったら、普通の魔法だったら。これさ、早く死者蘇生とかくんねえかな、なんか死者蘇生とかそっち系のなんかソウルチャージ、まあ、ソウルチャージ禁止か、あれ今 OCG でも、なんかあのとにかくなんかそこそこの蘇生魔法が欲しいよね。そのあの簡単に使える火球だけとかでもいいから、なんかその即座に展開できるなんか魔法が欲しい俺は。皆さんはどう思いますか、やりすぎですか、それはやりすぎっていう意見はありますよね、多分ね。それはなんかあるとあったらあったらソリティアが始まるみたいな話もありますから、こういうデッキの時めちゃくちゃ欲しくなるんだよな。やっぱ結集強いけど弱いんだよね、この先行でクロニクルは出せられないから、結集パターンだとちょそれがね難しいところであるんだけど、まあ、ターン終了か、ターン終了はさすがに結集使うぞ。一族の結集の効果を発動、墓地のバイロンプリズムを特殊召喚、そして太陽電池面の効果によってトークンが1個生まれる。よし、あとはなんか強いカード、あーナイス、戦争は強い、戦争はいい、清掃はいい、これはいけるぞ、これはいける、光ってはいる、オッケー大丈夫、清掃があるから多分ね、なんかね狡猾とかだじゃなければいける、多分なんかデモチェとかだったらいける多分。レベル4太陽電池にレベル4バイロンプリズムをチューニング、すごいし、願いが新たに輝く星となる、光さす道となれシンクロ召喚、飛翔せよスターダストドラゴン、見てるかブルーノ、俺も見つけたよシンクロ召喚の先にある答えを、これが新たなる境地。そしてバイロンプリズムの効果は一応発動する、まあこれは正直スクラップドラゴンにしとけっていう話はある、ちなみにちなみにここはスクラップドラゴンにしとけっていう話はある。手札よりなんか光ってるけど、シンクロンリゾネーターを特殊召喚、そしてレベル1電池面トークンに、レベル2
シンクロンリゾネーターをチューニング。そしていける。これが新たな表記だ。レベル1の太陽テンチメントークンにレベル1シンクロンリゾネーターをチューニング。現れよシンクロチューナー。ホムラリュピュラリスをシンクロ召喚。さあ来いユウさん。じゃこれ何マジでこのチェーン何これ。気持ちよくシンクロ召喚させろや。レベル8スターダストドラゴンにレベル2ホムラリュピュラリスをチューニング。星流れる後に紡がれる全ての思い、絆とともにこの世界を満たさん。アクセルシンクロ高来せよ。新鮮交流スターダストクロニグル。そして俺はまだこのターン召喚権を使っていない。手札よりバイロンプリズムを召喚。しゃあもううるせえぜこのチェーン。スキル発動絆の力バトルフェイズ食らえ。バイロンシューティングバイロンソニック。ちょ、マジで何これマジで何これ本当にこれほんまに遅いこれ何このチェーン本当にこれ何なん。ナビゲートかよ。ナビゲートか優勢でさ、もうなんかブラックマちゃん使うやつは俺友達になれねえんだよな。俺もう優勢でブラックマちゃん使うやつマジで友達になれねえんだよ俺。絶対に絶対に無理。なるほど。まあちょっとまあ清掃じゃ伏せておいても伏せてなくても同じだったなそれ。結局まあちょっと2枚あったんで伏せなかったんですけど、とりあえずちょっとバイロンプリズムは自爆特攻しますか。特攻しときますか。特攻しときましょう。ねえこいつどうせ殴られるんで特攻しといてつけときましょう。これでスターダストクロニクルによし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 。でこいつでぶん殴っていく。シューティングシャインブラスト。ターン終了。よし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 。いいぞ。あとは何の効果も受けないです。4000実質。まあちょっとあの効果受けないでやっちゃうとあのバイロンプリズムの効果もちょっと無効になっちゃうっていう話はあるんですけども、一応ね一応ただまあなんとかなるかなとは思います。効果受けないんで、だ魔導陣とかの効果に今2回無効になるんでこのモンスター最強でしょ。さあ。困っておりますユウセイさん。このスターダストクロニクルという最強モンスターを前にブラックマジシャンなすすべがありません。なすすべがないとはこのこと。さあマジシャンズナビゲート。おお、なるほど。そこで魔法トラップ、あーバイロンプリズムの効果を無効にしてくる。それはいいだろう。その方が許してやろう。だから3000打点超えれるのか。超えれるのかな3000打点は。うーわ最悪なんだけどマジで。マジでさ、そのカードチートすぎんだって。そのカードチートすぎんだって。やばいもんやってることこれ。ドラグンオブレッドアイですか、あブラックパラディですか。どっちにしても高攻撃力、高攻撃力。ふざけんなよふざけんなよマジで。うわふざけんなよマジで。やっていいことと悪いことがある。ふざけんなよマジでさ。せめて遊戯で使ってや。最悪やこれ。助けてくれアンチのみー。